三村明夫は、日本の実業家、日本製鉄社有名予会長、日本商工会議所会頭。過去に、新日本製鉄社長及び会長、日本鉄工連盟会長、日本経団連副会長、中央教育審議会会長等を歴任。東京大学経済学部卒業。群馬県前橋市出身。東京大学を卒業後、富士製鉄に入社。 その後の1970年、八幡製鉄と富士製鉄が合併し、新日鉄が誕生した。入社後、社内教育でハーバード大学へ留学し、1972年に同経営大学院のハーバードビジネススクールを終了。大分製鉄所勤務などを経て、霊園後半輸出や営業総括、自動車用後半営業を経る。2001年には、 フランスの鉄鋼メーカー、ユジノールとの包括提携をまとめた。2003年より社長に就任。高利化や中華人民共和国の経済成長など、鉄鋼需要の増大で業績回復を軌道に乗せ、2006年3月期決算では過去最高となる、計上利益5470億円を計上した。世界最大手の鉄鋼メーカーアルセロール・ミタルによる買収危機器には、 ソフトアライアンスと呼ばれる包括的提携を国内企業と結ぶことにより対抗した。2009年1億7060万円の役員報酬を受けた。ありがとうございます。